ホセ・コマスイ・ソラは、スペインの天文学者である。カタルーニャ語での表記は、ジョゼップ・コマスイ・ソラとなる。バルセロナ出身。火星や土星などの惑星の観測を行い、土星の自転周期の測定を行った。一般向けの天文学の著書もあり、米州スペイン天文協会の初代会長を務めた。この団体は、彼が発見した小惑星サデアの由来ともなっている。1904年に設立されたファブラ天文台の監督に就任した。周期彗星 32P、コマス・ソラ彗星を発見し、非周期彗星 C、1925F1 の共同発見者であり、11個の小惑星を発見した。1908年に土星の衛星タイタンに大気のある証拠となる周縁現象が観測されたことを報告した。小惑星ペピータはコマス・ソラの愛称型からコマス・ソラは自身の名から命名されている。ありがとうございます。